高地昇る58が2日、ツイッターを更新。道端ジェシカ容疑者が合成薬物麻薬 MDMA 所持の疑いで逮捕された問題に言及した。コーチは道端容疑者逮捕に、また芸能人の薬、物事件が持ち上がって心が痛くなっている。まだ容疑者の段階だし、否認しているそうなので、間違いであ。てくれとついつい思ってしまうと現在の心境を綴った。さらに、他人の心配をしている場合ではないが、家族や友人、仕事関係者の衝撃を思うと、自分が、またや、タカのように引き戻され、身が縮まる感じになると、道端の周囲への影響を自身と重ね合わせている。コーチは2016年に覚醒剤と大麻所持の容疑で逮捕され、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けた。現在は薬物依存からの回復のため、自助グループに参加している。